安倍の波は、日本のフィギュアスケートコーチ兼振付師。三島学園女子高等学校卒、東北学院大学卒、宮城県仙台市出身。3歳からスケートを始める。長久保博士の指導を受け、女子シングルの選手として活動した。全日本選手権には、シニア1年目の高校3年時と大学4年時の2度、出場している。 大学卒業後の1995年にアマチュアを引退してからはディズニー・オン・アイスに出演。ショーの振付師であるサラ・カワハラから強い影響を受けつつ、ツアーのない時期には長久保のアシスタントとして指導や振付を行った。2001年11月にツアーを引退してからは仙台を拠点にコーチ、振付師としての活動をはじめ荒川静香。 田村学ガクトラの振り付けを担当した。2004年には、荒川静香のサブコーチとして同行し、都米、エ、タチアナタラソは、エフゲニー・プラトフの技術、演技の指導を学ぶ。また、コーチとして、羽生譲ー・を指導し、2010年、世界ジュニア選手権優勝や2012年世界選手権、銅メダルに導いた。宮城 FSC 代表も務める。との指定関係解消後は、 高橋大輔の2012から2013シーズンの SP の振り付け国別対抗戦でチームジャパンのグループナンバーの振り付け等を行い、現在は元々の希望だった振り付け師としての活動を本格的に開始している。2014年には NHK の花は咲く、羽生譲るバージョンの振り付けを担当し、このメイキング風景を追ったドキュメント番組などにも出演している。 夫の吉田都志信はフィギュアスケートとは無関係の会社員だったが妻を助けるために独学でスケート靴の調整技術を習得し教え子の靴の調整を始めた。現在では独立して泉区のアイスリンク仙台隣接地に工房を併設したショップを開業している。なおハブは海外に拠点を移した現在でも小包みで送るか帰国時に持ち込んで調整を依頼している。 ありがとうございます。